はい、おはようございます。トラベラーレオちゃんです。今日はですね、見てください。この雪景色、長野県の白馬に来ました。で、早速お腹ペコペコですので、こちらですね、ガーリックというお店に入って、まずはランチを楽しみたいと思います。はい、ということで今からですね、晩ご飯を食べに行きますけれども、今日はですね、居酒屋の、クリアほおずきさんというところに行きます。で、ここはですね、完全予約制で、調べるとですね、一流のホテルとかそういうところで働いてたシェフの方がですね、経営されているということで、料理もですね、写真めちゃくちゃ美味しそうでしたので、今日はですね、白馬で日本酒を、美味しい日本酒を飲みたいと思います。クリアほおずきさん着きましたので入っていきたいと思います。行ってきます。はい、あん肝も分厚いです。これは濃厚。はい、おはようございます。ということで今日はですね、白馬の2日目ですけれども、見事に晴れてくれました。で、昨日はですね、山々が結構ガスってたんですけど、今日はですね、まあ、こんな感じで最高にですね、晴れてくれております。岩竹のスノーフィールドというところに来たんですけれども、山の上にあるカフェ、見晴らしのいい場所ありますので、まずはですね、このゴンドラに乗って上に上がっていきたいと思います。行ってきます。
というわけで、ゴンドラでですね5分10分ぐらい、上がってきまして、ここからですね徒歩5分10分ぐらいで、白馬のですねマウンテンハーバーというカフェと、絶景の絶景が見渡せる高台に着きますね。周りは雪景色で、これこそ僕が冬に望んでいた景色になります。見てください、これ白銀の世界ですね。 What a wild world っていう感じです。というわけでですね、白馬のマウンテンハーバー来ましたけれども、これ見てください、絶景っすよ。いきますよ、3、2、1、アクション。これやばいっすよね、絶景です。しんどはい、ということで続きましてですね、評価の高い公園に来ましたけれども、ここは、大出公園ですかね。まあ、これはキャットですかね、キャットの雪だるまですね。これは何ですかね、これは多分あのガタイのいいクマのプーさんですかね。まあ、いろんなのがありますね。これはマウスですね。でちょっと散策できますので、雪景色をですね楽しんでいきたいと思います。最後ですね、信州そば、日本三大そばのうちの一つですけれども、そばこちらですね、利根川そば店さんでそばを食べて締めたいと思います。それでは行ってきます。はい、ということで、そばですね、めちゃくちゃ美味しかったです。舞茸ご飯も最高でした。今回ですね、白馬雪景色を楽しむ旅ですね、最高に、めちゃくちゃ楽しむ旅をすることができました。特にですね、空中ブランコ、白馬をバックにしたブランコはですね、最高の思い出になりました。ということで今回の白銀の旅締めさせていただきたいと思います。それではまた皆さん次の旅でお会いしましょう。バイバーイ。トレビレリョーチェン。